はい、こんにちは、誠です。はい、こんにちは、大です。今日もですね、20代のキャリアアップや企業に向けてのキャリカレチャンネル、やっていきたいと思います。はい、はい、じゃあ今日のお題お願いします。はい、やらないといけないと分かってはいるけど、サボってしまう時のモチベーションの保ち方を知りたいです。やらないといけない、そんなもん人間そんなもんじゃないですかそんなもんだよな。はい、だって、全然やんないでしょ、家とかで。お前、何もやんないですねなんで人ってできないんだろう、やらなきゃいけないこと。でもまず根本として、もうやらなきゃいけないカテゴリーに入ってるからダメなんですよ。なるほど、はい、あ、まあいいこと言う。そうだよね、やっぱり人間あれせえこれせえとかやらなきゃいけないって言われると、はい、嫌になっちゃうよね。そうなんですよ、やりたくなくなっちゃうよね、なので動機づけをもう一回考え直した方がよくて、やらなきゃいけないって分かってんだけどやれないんじゃなくて、なんでそれをやらなきゃいけない、もしくはなんでそれやりたいのかをしっかり考えて、お金も稼ぎたいし成功もしたいし周りの自分と変わりたいしっていうところをこう変えていくと、モチベーションも変わるし、やりたくないっていうのはやっぱうまくいかなかったり、自分の中で苦手意識があったりだとか、なんかそういうのがあるからだと思うので、そこ切り替えた方がいいですよね。例えば大さん山登り好きじゃないですか、あれって山登り好きな人からしてみたら、休みの日の朝早くに起きて行くわけじゃない、まあ、例えばサーフィン好きな人もそうですよ、朝早くね、2時とか3時とか3時に起きて、仕事休みなのに行って、でそれやりたくない人からしてみたらもう地獄なわけですよ、もうせっかくね休みでゆっくり寝れる日に朝そんな早く起きて、寒い中外行って海に入ったり山登ったりすることって、やらなきゃいけないことと思ったら超辛いことなんですけれど、でも好きな人からしてみたら、やっと休みが来た、さあ行くぞって早く目覚ましかけてガーッと行くわけじゃないですか。そうですね、そうだね、そうだからやっぱり捉え方だと思うんですよね、仕事っていうもの自体をいやいややるとかやらなきゃいけないとかじゃなくって、仕事の種類とかその会社によるのかもしれないけど、少なくともチャンスのある会社ではさ、仕事することで自分の人生良くすることができるじゃない、自分の人生良くするために仕事してるんだから、いやいややる必要なんてないし、そのためにやる日々やっていくんだから、それは楽しんでやった方が得だしみたいな、まずはそのやらなきゃいけないゾーンに仕事っていうものを置いとくんじゃなくて、自分の人生良くするための方法っていうかね、手段みたいな形のところに仕事みたいのを入れていけると、やらなきゃとか嫌だなとかっていうのはだいぶ減ってくるよね。確かに、だって仕事すればするほど自分の人生楽しく良くなっていくんだったら、やった方が得じゃんっていう。そうですね。でまずはそこの初期設定っていうのかな、そこは直した方がいいね、あとはなんかスイッチ入れるコツみたいなのもあるかなと思うんですけど。あ、まあまあそうね、そうね、あ、なんか LINE とか返さなきゃいけないなとかあるじゃないですか、でもなんか家でゴロゴロしてるとやらなきゃいけないってこの辺にあっても全くやる気起こんないんですよ。 LINE1 個返信すんのもね、も携帯のいやあれ何なんだろうね、 LINE1 個見て分かりましたって送るだけなのにもうそれすらできないみたいな、ね、そうスイッチ入んないと無理、映画1本見れないんですよ。ショート動画ぐらいだったら見れるんですけど、もう映画も見ようと思って、前半5分ぐらい見たらもういいかなみたいになっちゃうというか、でも平日とか朝起きて電車乗ると結構モード入るとできるようになったりするんですよね、モード入るとね、モードありますよね、あるある。だから家にいてゴロゴロしてると本当に僕もモード入んないんですけど、外出て切り替わると結構何でもバリバリこなせるようになるんで、なんかそういうスイッチというか、切り替えみたいなのを作っていったりするのも一つかなと思います。そうね、そうね、はいはい、僕も一緒で、本当に家の中だとマジでオフになっちゃうんで、休みの日とかでもちょっとやんなきゃいけないなっていうのがねある場合は、家でももちろんできるんだけど、カフェ行くとか、そう、だと僕がその自分の会社を持つ前、本当にその研修期間、当時研修が飛び込み営業で、なんかねもうそれがもうすごく嫌だったし、いくら自分のためとは自分の人生のためとはいえ、飛び込みで行く時のね、なんかこうなかったお前。最初の1軒目2軒目はありましたね。行き出すとなんかカラオケと一緒じゃないですか、歌い出す前みんなお前歌えようとかって言ってなんかやってんだけど、誰か歌い始める、歌い始めるとあれかもしれない、あれかもしれない。俺がやってたのは、自分のスイッチを入れるためにやってたのは、長浜大なんだとちょっとね恥ずかしくて、ちょっと飛び込み営業とかできないなみたいな、でその時に俺がやってたのは、
大長浜になるってやってるんだよ自分の中でね、勝手に、はい、よし今から長浜大から大長浜になろうみたいな、はい、ちょっとこう外国っぽい要素、はいはいはい、外人っぽい要素入れるみたいな、なるほどそうすると飛び込み営業も楽しくいけるみたいな、はいはい、うん、だって俺長浜大じゃないもん、今大長浜だからみたいなまあでもそんな感じで何かしら何でもいいんだけど、こうスイッチ入れる方法を、はい、うん、自分で見つけるとね、確かに、うんうん、いいかもしれない、ね、家に帰ってから本読もうとか、うん、家に帰ってから勉強しようと思ってたんだけれど仕事で疲れてみたいな人もいると思うんですよね、うん、そうだね、はい、やっぱ家に帰ると絶対にオフになるんですよ、うん、いや俺もそう、はい、家に持ち込んでから本なんて読めないんですよやっぱり、うん、なので電車に乗ったらオーディオブックで7つの習慣とか、うん、思考は現実化する、うん、聞くみたいな感じで日々の中に入れ込んだ方がいいというか、うん、5分でも10分でももう帰っちゃったらオフになるし、やりたくないことを頑張ってやるの辛いんで、オフとオンを明確にしてやるべきことはもうやっちゃうみたいな、なんかそういうのも一つ秘訣だったりするのかなと思うんですけど ね、でも家帰ったらもう散々だらけでね、うん、オフになって、うん、あと家のこともやんなきゃいけないしね、そうです、なんでもう早く寝て次の日30分早く起きて、うんうん、その自分の朝のスイッチ入れた状態で使った方が絶対いいんで、うん、家帰ってからじゃなくて家早く出てそこ作るとか、そういうのもちょっと工夫なんじゃないかなと思いますよね、普通にしてたら人間スイッチ入んないよね、みんな一緒です何とか工夫してね、はい、うん、頑張ってください、はい。